結構僕服ってやっぱ自己表現のツールとして見てるんですよでその自己表現できる場所があここだって思って結構やっぱ周り見渡しても奇抜だったりちゃんと自分を表してる人が多かったんで自分を思いっきり出せる場所ってやっぱすごい大切だなっていうのを原宿来て学びました、うん、京田年二です え今日のファッションのコンセプトは、えー、金と銀を2色使っている人はあんまりいないなっていうのもあって今日はその2色揃えてでさらにあのこのマントの内側に、えー、常識を忘れろって英語で書いてあるんですけど僕常識とかの固定概念っていうのがすごい嫌いで,でそれを本当一回忘れて僕の服を見てほしいっていう思いで書きました。 服に興味持ち始めたののは去年の6月ですね遊ぶ友達が一変した時にその時遊び始めた友達がすごい服が好きで,でそれに影響されたんですけど結構僕ってあのハマっちゃうと結構それだけしか見なくなっちゃうんでそれでずっとしここまで <laughs> 僕も本当は最初はあのアプリのウェアとか結構シンプルめの方から入って,てでそってそこからどんどんなんか激しくなってって。 原宿最初に来たのが、えー、去年の11月頃ですで通い始めたのが今年の1月からですあそうです、ね、買い物でみんな心優しいですね結構地元も治安がそんな良くないのでそのギャップがすごい原宿行って人生かなり変わったと思いますその理由が自己表現できる場所を見つけられたっていうのがすごい大きいかと思う 原宿に来る前までは本当に家の下でちょこっと服着て写真撮ってっていうのばっかりだったんですけど原宿来て自己表現できるようになってからいろんな知り合いとかあのよくしてもらってる方も増えてすごい楽しいっていうのが一番ですね。 とりあえず進級できればもう何でもいいやと思って、ね、もうとりあえずもう授業中はもう寝ないように <laughs> 頑張って目を開けてます家帰ったらそうですね平日はもう全部バイトなんでバイトは居酒屋ですバイト行って帰ってきてで服作ってっていう繰り返しですそうですねあの派手な格好は、えー、でもほとんどは電車の中もあの格好でいるんですけど 最悪時々改札とか横が広くて改札とかに入れない時があるんですねその時は一回外して紙袋に入れて持って行ってますめちゃめちゃ大変ですそれでもやりたいんで2018年 AW のコレクションで何日間全部自分のハンドメイドの服でストリートスナップに参加させていただきましたまず1日目がオールイエローで 黄色はあんまり僕使ったことがなかったのでもう全身で黄色を表現しました2日目が、えー、これもまたまだやったことがない着物を日本のあの和風テイストな仕上がりにしたかったので3日目があのポケモンのポリゴンにインスピレーションを受けて結構メタリックな感じに仕上げました4日目が、えー、雨が降っていたので傘を使いたくてでどうしようかなって考えてて そうハットとつなぎ合わせようって考えが出てきてでアンブレラハットっていうのを作り出してモードテイストに仕上げました5日目が、えー、布のいらない部分の歯切れっていうのが家に大量にたまってきてたのでそれ使っちゃおうって思ってとにかく縫い合わせていったらできました <laughs> 6日目が子供が使う トンネルで幼虫の形を作りたくてツルみたいなホースをつけたり7日目が最初はあの幼虫からさなぎになって羽化するっていう成長過程を表現したかったんですけど途中から考えが関わっちゃってマザーっていう母親っていう題名でお腹部分にマネキンが3体マザーといってあの母親を題材にして。 で三つ子を表現したりと結構大掛かりになってしまいましたが、まあ、うまく仕上げられたのでよかったです、まあ、この7時間分の衣装が大体2週間でもう、まあ、かなり急いで作ったんですが自分でもなかなか満足できる出来だったのでよかったです裁縫とか絵を描くのはもうほぼ独学で学びました作り始めたのも同じく今年の1月からですやったこともないです 僕は,将来の夢はもうデザイナーで決めてます目標にしてるデザイナーはいないんですけども誰も見たたこととなないいような衣類を作ってみたいと思っててみ思ます僕が英語を今学びたいと思ってるんですがその理由が海外から今原宿がすごい注目されてて観光客の方々とかよく声をかけてくれるんですけどあまり英語が得意じゃないもんで全然話したりすることができないっていうのもあってそれがすごい悔しいっていう。 たことが何度もあったんですなんであのお世話になっている人たちにもち,ょっとちゃんと英語でもっと喋りたいなそういう思いで今学びたいと思ってます、えー、これからこの先さらにどんどん僕の自己表現が激しくなってご迷惑かけてしまうと思うので謝っておきますごめんなさい <laughs>